おはようございます、鈴木です。もう入ってこよう、入ってるね。代々木公園でね、一緒に朝モーニングコーヒーを飲もうという企画でございます。そのついでにね、雑談をお送りしようっていう、朝ねモーニングコーヒーを飲むっていう企画にした方がいいんじゃないかっていう、いうのの実験中です。なんかサブタイトルはあるんだと思うんですよ。モーニングコーヒーを飲みつつ、今日もなんとなく、何々についてのそこはかとない話をするっていうことは起きると思うんだけど、そこはかとない話のタイトルの方がメインではなくて、モーニングコーヒーを飲むっていう方がメインだっていう風にしておくっていうことが、もしかしてその程度の塩梅なんじゃないかっていうので、モーニングコーヒー雑談だよっていう、エクスキューズが必要なのかもなと思って、そのモーニングコーヒーを、飲む、それがメインという、ことはもしかしたらまた変えていくかもしれないけれども、なんか話の本質はモーニングコーヒーを飲む雑談っていうことの方が、話の本質っていうか、それの方がその体をよくね言葉で表してるんじゃないかと思って、そういうことをね思ったっていうことです。だからまあコーヒー飲みましょうよ。今朝もね、風がね、暑いけど、暑いよ、もうすでに暑いけど、風がね、やっぱりちょっと全然違う。冷たい風がね、ちょっと吹いてきてる、涼しい風が。そして、蚊がめちゃくちゃいて、蚊の活発さが、ここ数日ね、やばいですね。だから、これはもう確実に、秋の訪れを感じております。そんな代々木公園からね、お送り。昨日ね、今日それで、今日合わせ技でお送りしようと思ってるんですけど、コーヒーを入れながら、昨日実はちょっといろんな、この YouTube も含めてね、この、今、私のやってる会社、カルチャー社は、決算が終わって、7月末が決算だったから、8月から新しい日がスタートしてるんですよ。だからなんか、今年どんなことをやっていこうかなっていうのの、企画会議をやるために、企画合宿をやろうと思ってて、そんで昨日相模大野の、机がすごい使いやすい、ホテルがあって、そこを取って、で一人企画合宿をやりに行ってきたんですよ。で本当は相模大野の公園から、朝の放送をお送りするつもりだったんですけど、でそれで相模大野の、荷物をねいろいろ撮影したりしてたんですよ。出張のね、合宿出張の時の手荷物を未検証で持ってきてみたっていう、のをちょっと撮ってて、今日それをこの後お送りしますけど、で本当は朝の放送も相模大野の公園を見つけてそこでやろうと思ってたんですけど、昨日思いのほか企画と原稿をいろいろ書いてて、その原稿の進みが意外と良くて、思いのほか早く終わっちゃったんですよ。でこれ以上もうここにいても書けないしなみたいなんで、クタクタになっちゃって、それより帰って泳ぎたいなとかって思って、だから早々にホテルはチェックアウトしてしまって、もう終わったからね仕事が。で帰ってきちゃったの、近いからね。で帰ってきちゃったから、代々木公園でまた朝も撮ればいいかと思って、それで代々木公園に来ているっていう、そういうことでございます。本当は相模大野中央公園でね撮ろうかなと思ったんだけど、それはまた別の機会に。だからでもなんかやっぱ環境を変えてね、たまにはそういうところで、こもってね、企画らしくやるっていうのも、久々だったから、これはこれで有意義だなと思って、そんなことがありました。はい。その様子をこの後お送りしますが、まずはちょっとコーヒーを入れましょう。はい。あ、いいね。この辺出しとく。あ、でも、もうちょっと全画面で見たいよね。小さいとわけわかんないと思うんで、コーヒー入れましょう。ちょっと見えてるかな。こんな感じで、こんな感じ、はい、こんな感じです、はい。日の出だよ、日の出。でも日の出の映像をさ、最近お送りしてなかったでしょ。だからやっぱり真夏はさ、日の出はさ、もうちょっと遅かったんですよ。でも今はちょうどまたここの日の出になってさ、あとさ、俺思ってんだけど、あ、もう蚊に刺されちゃって痒くて、これもしかしてさ、もうちょっとしたらさ、もう真っ暗でさ、ライトがないとさ、5時台のさ放送さできない
5時台の収録はちょっと難しくなるんじゃないのかなと思って、だから6時から体操したら6時半からの収録だなと思ってるんだけど、ちょっと記憶が定かではないんだけど、代々木公園で真冬の6時ってもしかして暗いと思ってその夜明けとともにね、体操と腕立て伏せをお送りすることになるかもななんていう、いうことを感じております。ちょっと片付けるか。よし、セミの声もなんかもう圧倒的に静かになっちゃって、これノイズリダクションをする必要がそのうちなくなるね。もうあと少しなんだな。子供の夏休みももう終わろうとしてるしね。今日でもまだ終わんねえかまだ15日か。どうだった、今日まだ終戦記念日か。まだ8月折り返しだった、すいません。もう勝手にもう今日が8月25日ぐらいの気持ちになってた。 あとさ、これはなんか何鉢だろう、蜂がめちゃくちゃいてさ、なんか蜂の季節なんだなと思って、毎日さ朝、上で体操してるとさ、大きな蜂が来るんですよ。で同じぐらいの時間に来て、そして通り過ぎていくから、何かを探してるのか何なのか、偵察部隊なのか分かんないけど、何かここで怪しいやつがなんか草原の上で何かやってるぞっていうことで、俺のことを警戒してる可能性があるね。よし、この魔法瓶っていうのもまた随分便利で、この旅に行ったりね、何かと使う、これは水を入れることもできれば、まあ、大体コーヒー入れてるんですけど、コーヒーを飲んだりね、自分で入れたコーヒーも飲めるし、コンビニで買ったコーヒーも入れられるっていう、めちゃくちゃ便利なものなんですよ。でちょっと飲んだりするのにねいいし、なんか何にもない時にその水入れといてね、極論その水は手を洗う時にだって使えるし、口をゆすぐのにも使える、なんか水筒コップの代わりにもなる、まあ、とにかく水筒っていうのは一つ持ってると楽で、移動の時はもう必ず持ってて、こうやってまさかこれがね、こうやって出先でコーヒーを入れるためにも使えることになるとは、まあそんな使い方もできるんだって、お湯を入れておくっていうね、そんなこともできちゃってめちゃくちゃ便利なんですよ。じゃあ おはようございます。今日もモーニングコーヒー入りましたんで一緒に飲みましょう。あとはね、旅の荷物、私のね旅の荷物を少なくしていこうっていうの企画もちょこちょこやっていこうと思って、今日は旅の荷物が現段階ではこんなにあったよっていう映像を、最後お送りして、お借りしたいと思います。今後のこうやってどこかに仕事をしに行くっていう時に何を持っていくかっていうのをこれから吟味していこうと思って、それでなるべく身軽なね、クリエイティブで身軽な移動っていうのを検証していこうっていう、ね、それを考えていこうっていうのの、第一弾でございます。いつも使ってるものをとりあえず今日全部持ってきました。はい。でなんかだから全部持ってきたからすげえ重かったんですよ。もうちょっとどうにかなるだろうみたいな。まず見ていきましょう。まずこちらが、リュックサックです。はい、私のいつも使ってるリュックサックですね。でこれに荷物を入れるんですけど、まずちょっと一軍で絶対に外せない、はい、 MacBook Pro、これしょうがないですね。それから今回だから荷物がたくさんあったから、この、LL Beanのトートバッグに荷物入れてきました。まあこの LL Beanのバッグなしで、移動できるのがまあ理想ですね。今日ちょっと未検証だったんで。それから文房具が、ミニマムで考えても、まずペンケース、メモ帳、手帳、それから瞑想ノートっていうので、3冊もあるんですよ。これ3冊いるんかなっていうので、少なくともこのメモ帳はもう、本当はいらないんだけど、ページ数が残ってるから、もったいなくて使ってるんですよ。だから使い切ったら、やっぱ瞑想ノートとメモ帳は一緒でもいいよねっていうのと、本当は瞑想ノートと手帳とメモ帳が合体しててもいいよなと思って、まあ、ちょっといろんな事情で3冊あってるんですけど、この辺はいつも持ち歩いてるし、ちょっと要検討だなと思って、この、おいおいってお前ノート3冊も持ち歩いてんのかっていう、のの未検証です。それから、クリアファイルに、仕事のファイルですね。まあ、これはまあ、ある程度簡素化されてるし、しょうがない。で、財布をこれトラベル仕様に変えたんです。すごく使いやすくなりました。無印の1000円の財布です。でこれ鍵、家の鍵。
で、いつも忘れがちだけどものすごく大事な、イヤホン、そして目薬、まあ、ここはもうちょっとある程度もうマックスまで来てるね。ここは検証の余地あり。で、それから朝の生放送グッズっていうことで、これがマイク、私は開けられない、ワイヤレスマイクですね、ピンマイク、マイクたち。で、それからこれが三脚につける、スマホのホルダー、占いのカード、養生テープ、それから朝の番組の、進行表、そしてモバイルトラベル、三脚、三脚はでもこれはやっぱり今いろいろ買ったけど現段階のベストチョイスなんで、これより小さいともう使いにくいし、これよりでかいと重たいんで、もうこれはしょうがない。ここもちょっと結構カメラを手放したことで一旦洗練されてるんだけど、今でもまあやっぱり、もともとカメラを手放した理由は、ちょっと新しいカメラに買い替えようと思ってたんで、スチールカメラと、まあカメラ逆転させるか。三脚ね。これはだから今ベストチョイスで。今、カメラがないから、荷物は軽いけど、実際は Vlog カムはすごい良かったんだけど、Vlog カムを手放して、もう一個上位機種のね、新しく出たばっかりの、ZV-E10-2 に買い替えようと思ってるんで、まあ、そうするとまたね、レンズとカメラが来るんで、ちょっと荷物増えるけど、でもやっぱちょっとね、スチールカメラとムービーカメラを2台持ち歩くっていうのが、なんか、あんまりスタイルに合ってないなと思ったんで、スマホと、兼用の、ZV-E10 でいいんじゃないかと思って、それに買い替えようと思ってるぐらい、今日はカメラがありません、手放したから。はい。なんで三脚でしょ？で、これしょうがないじゃない。そして、これが MacBook Pro の、AC アダプター。で、とりあえず今日あえてでかいの持ってきてみた、そのまま。未検証だから。で、そのケーブル。それから iPhone。で、これはなんかもっとアンカーの、窒化カリウムだっけ？もっと、軽いやつにするとか、なんかちょっと多分これやりようあんだろうなと思って、今日ちょっとめんどくさいからもうそのまま持ってきたんで、これはまだ検証の余地あるんだよね。で、これ化粧ポーチ。で、これ歯ブラシとかそういうの入ってるんで、まあいいよね。で、あとはやっぱり出かけるってなると、ヒゲ剃りが必要なんだと思って。T 字で剃ってんですよ。だから、そんで、気に入ってんのもあるし、そんで、シェービングジェル。これもなんか重たかったけど、もうしょうがねえなと思って、このセットで持ち歩いてる。これもしかして、電気ヒゲ剃りに変えたらもっと楽になるのかとか、なんか旅を、考えると、こういうの持ち歩くのめんどくさいから、石鹸で剃ればいいんだけど、まあ、今日ちょっとあえて持ってきました。だから T 字だけ持ち歩いて、石鹸で剃るか、なんていうんだっけ、電気ヒゲ剃りね、電動シェーバーに変えていくっていう手も、旅を考えていくとあるかもなと。で、それから朝の、生放送セットってことで、朝、髪をスタイリングする、それからコンタクトを入れる、体操するときになぜかコンタクトと、髪をちゃんとセットしてやってんですよ。まあ、しょうがないよね。身だしなみ、そんで体操するための、かつパジャマかつの、ズボンと、T シャツ、これは着替え。それから、替えのパンツ、それから明日着る服、はい、この辺もまあしょうがないよね、服がいるからね。だから一応持ってきたけど、まあ、それもだからなるべく服の数をね減らすみたいなのあるなと思って。で、それから毎日イラスト描いてるから、このイラストの紙と、筆を洗う筆洗いと、絵の具を持ってきました。これもなんか未検証だから、紙コップとか飲んだスタバのカップとかでいいよなと思って、ちょっと今日持ってきちゃったけど、これもいらないんだろうなと思って、でもこれとこれはいるよなと思って、これはいらない、これ筆も中に入ってるんで、そういうことは分かりました。それから朝コーヒーを飲みたいのに、まあ、一応持ってきたと。で、今回は都市部なんで、普通にスタバでもセブンイレブンでも何でもコーヒー飲めばいいんだけど、なんかその山とかね、海とか行った時にコーヒーが飲めないっていうこともあるんで、いつものね、自分が飲める美味しいコーヒーを1セット、朝の YouTube キットとして、
持ってきたっていう感じ。そんで今までもね、マグカップがなかったとかいろんな経験があって、だから結局マグカップとこれも全部割れないやつを持って、全部持ち歩いてるんですよ。これもまあでもなんか別にいらないっちゃいらないし、いるっちゃいるしみたいなんで、まあ、1軍2軍で言うとまあ実際はもう我慢すればいいから2軍かなみたいなあのところなんだけど、そんな感じで今回旅の荷物っていうのを何も考えず全部持ってきたらこんな感じだったっていうのね。これが次回来る時にはねもう少し洗練されて身軽なことになってるんじゃないかと。またね明日 YouTube で、明日ね台風だから朝きっと撮れないから室内から撮ろうかなと思ってます。また明日のライブも中止だなと思って、雨で台風だからちょっとさすがにライブはね中止にしようと思って、天気の影響を受けてどんどん中止にするっていうのをやってった方がいいなと思って、そうすることによってなんか季節とかねこう自然のね凄さっていうのをねこう痛感しながらねお送りするっていうのもねなんか逆にそういう方はいいかもなと思って、まあ大変な屋外をね撮影する時もあると思いますけど、なんか雨だから中止だとかねそういうことの方がなんか成功うどくでねいいかもなと思って、そういうふうにしてねお送りしたいと思います。明日台風みたいですから皆さんね気をつけて戸締まりね、それから仕事行く人は、まあ、仕事ももう休んじゃったらいいと思うんですけどね、そんなことでね気をつけてください。今日もありがとうございました。